久々にね元コンポのやつですね。まあ、今回はねもう自分でやるのちょっと大変そうなんで、まあ知人のバイク屋さんにお願いをして、ちょっとねオイル漏れがあるタンクですね、タンクを交換してもらうという形でねちょっとやってもらおうと思ってます。はい、今からねサニトラをね使って運んで、いきます。とりあえずねその動画をまずは撮っておきます。はい、今ね内側にカメラを切り替えてみました。見えるかな、ちょっと見えてるかな、元コンポがねサニトラの横積みでね、いつも立ってますね。もうね、何回もこのスタイルで、ね、陶芸とか行ってるんで、ね、慣れたんですね。はい、太郎社長です。いやーね、今ね元コンポがね、退院してきました。ちょっとね、この後ね、まあ、ちょっと暗くなっては来てしまいましたが、まあ事務所にね、戻って、まあ、元コンポをね、事務所の中に入れる前にちょっとね事務所の周りを軽く走ってみようかなというふうに思います。サイクルさんでね、直していただきましたけど、オイル漏れがオイルタンクの、ね、下のところからのオイル漏れかというふうに、思っていたらですね、どうやらマフラーというか液パイの、ね、付け根から持ってるよということでね、そこのね、部分を、まあ、ガスケットをね取ってもらって、交換をしていただいて、ちょっとね違うところまでね手術をしていただくというね形にね、なりましたけれども、なんとか無事ね治ったよということで、ありがたい限りですね安くやっていただきました。感謝ですね。久々にねこうやってね、やっぱサニトラもね走らせないとねダメになっちゃいますから、我らがサニトラもねちょっと走らせますよ。もうそろそろ暗くなってきて、ライト点灯かな。
間ぶりかな、3週間ぶりぐらいかな、ちょっとね、とっくに治っていたんですが、取りに行くことができず、バタバタしていて、やっと戻ってきました。はい、我らが、ね、ボロコンポ、もとい、元コンポですね。オイルタンクを交換してもらったのと、オイル漏れ、そこじゃなかったということでしたね。まあ、車の中でもね、ちょっとお話ししましたけど、まあ、今回お願いしたバイク屋さんがですね、丁寧にですね、直してくださいました。まあ、結果から言うとですね、マフラー、まあ、液排のところが、ボルトが飛んで外れていたよと。でガスケットが飛んでしまう、もう薄くなっちゃってて、そこから持ってたよというようなことでありました。でそこのねガスケット取ってもらって、まあ、部品交換してオイル漏れはなくなったよということですね。で今ねちょっともうね動画を撮るタイミングを逸したんですけど、ちょっと軽く走ってきました。実はねアジさん家の前をね、わーっと通って、ぐるっと一周してくるだけというね。まあちょっといたら声かけようかなと思ったんですけど、そんなこともせずですね、もうバーッと走って帰ってきちゃいました。はい。今回ね、ほんと久々にちょっと動画を上げようと思います。まあね、もはやね、オワコンになってしまった我らがパークサイドベースですけど、今動画の数が491かな、500個を目指して頑張っております。もはやねそんなことでしかモチベーションが保てません。どうか皆さん、チャンネル登録高評価をくれとは言いませんが、チャンネル登録してください。よろしくお願いいたします。じゃあね。